どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。機械天使プリズンブレイクおめでとうございます。はい、サイバープチエンジェルさんがね、脱獄に成功しまして、この一部リミットレギュレーションの適用内容、これですね、このリミット解除、これサイバープチエンジェル現環境においては許容できる強さであると判断し制限を解除いたします。やった、素晴らしい、さすが。で適用日がですね、3月の24日ということで、今僕喋ってんのこれ3月10日なんですよ。3月10日、まあ、要は2週間前からもうなんかお祝いしてるっていうね早すぎ、気が早すぎってことで、今日はこのリミットレギュレーション、リミット解除後の機械停止どうなるかなと、思って組んできたんで、これをアンリミテッドルームで、作って撮影をした様子を皆さんにご覧いただこうかなと、思っております。多分こんな感じになるんじゃないかなと、まあ、多分ね、安定の荷積みは絶対すると思う。サイバープチエンジェル必ず、今これリミット1になってるからこれ解除されるんで、リミット、0、リミット何もなしなので、まあ、2枚積めると、まあ、2枚しかないんだけど、まだリンクスだから、サイバープチエンジェルを2枚積んで、まあ、あとはセンチゴットをガン積みして、やっぱり、イダテン弁天ができないと弱いんで、あの機械天使っていうのは。だから、イダテン弁天もできるように、まあ、召喚権作の4枚ぐらいあった方がいいかなと思って。で、ガン積みしてるのと、この辺のモンスターを。と、あと、これね、なんか、ジーブが機械天使も、なんか、なんだかんだ、このセンチゴット持ってきて、センチゴットで、サイバーエンジェル弁天持ってきて、弁天をリリースして2ドローしながら、なんか、実質手札交換みたいなことができるので、これはやっぱあった方がなんかいいんじゃないかなと思って入れてるんですけど、ただね、これ、あの見ていただいたら分かる通り、バック除去、イザラしかないんですよ。バック除去、イザラしかないんですよ。で、あの、こいつ先行で結構立てること多いんで、なんか割と、バックガン伏せデッキにはすげえ弱いです。多分、この構築はね。だから、まあ、バック構築じゃない、バックがめっちゃ厚いデッキだったら、なんかそこなしカナディアとか、ああいうのが、あのめっちゃ入ってるデッキだと召喚獣とかね、ああいうのに勝つためにやっぱコズミックサイクロンとかがないときついとは思うんだよね。うん、だからバック除去はもしかしたらその調整後入れた方がいいとかなるかもしれない。まあ環境デッキと今やれないんでね、あのアンリミテッドルームでしかできないからやれないんだけど、まあとりあえずこんな感じで叩き台作っておくので、もしよかったら皆さんもね調整して使ってみていただければなと。過去環境トップだったデッキですから、機械天使っていうのは。もうだってこれ2年前ですよ、2年前ですか、2017年の環境トップデッキとかですからね、機械天使っていうのは。まあ、これが使えるっていうのは嬉しいじゃないですか。というわけで、今回は、まあ、ほぼ、まあ、フルパワーではないけど、この辺があるから、フルパワーではないけど、ほぼほぼ、まあ、復活してきたんじゃないかなっていう機械天使を使って、アニメテッドルームで遊んでいこうと思います。デュエル、スタンバイ、プチエンジェル、おめでとう。マイケル、エクセマイケル。このネタわかんないか。みんなプリズンブレイクって見たことある？海外ドラマのマイケルっていう、なんかあの可愛い子ちゃんっていうのとマイケルっていうやつが出てくるあの海外ドラマなんですけど、説明する気ないんですけど、基本的にはめっちゃおもろいですよ。結構俺もねシーズン3くらいまでは見てたんで、なんか親父が好きでさ、親父が昔好きでさ。結構見てたんですよね、俺もシーズン3ぐらいまでは。割とおもろいんで見てください、皆さん。よかったらレベル加工来た。なんか最近なんか BF はなんかレベル加工とかもなんか ありえるらしいですよ。どうやらこういうことができるから、これでホーク長出してなんかあの千鳥蘇生するんだって。なんかねそういうこともできるんだってさ。まあ、強いよなこの動き普通に。でも今流行ってんのは確か BF、 なんかスキルはあれらしいよ、あの原生復帰の制約、まあ墓所 PF みたいなもんですよね。コズミックサイクロン積んでなんかグリーン星復帰で相手の墓地メタルみたいな BF が、いや結局 BF 使い強い、これは強い。結局 BF 使いってねあれなんですよ、結局 BF 使いはあれ、あのババ一室ババ、あの墓所ババ、まあ、墓所ババじゃなくて今あの現世ババになったんだけど、復帰ババになったんだけど、まあ、とりあえず守備でいいや。でこれイダテン弁天するわ、あいつ2体ともこれね、ちょっとね、これ魂すんだけど、これ相手にブラックバードクローズあったらマジ終わりなんですよね。ブラックバードクローズはマジでやめてほしいっていうのある。
で、これでチェーンはできない一応、ブラックワードクローズは。ここは。ここはまだチェーンできないんだ。で、イザナっていうか、イザナ。で、儀式は、機械天使の儀式持ってきて、で、戦時ゴッドで一回様子見よう。戦時ゴッド召喚して、ちょっとチェーンあるかどうか様子見よう。これチェーンあるかどうか様子見よう。で、戦時ゴッド効果は、あ、通りそう。通りそうだぞ。通りそうではあるな。通りそう。これは。通りそうということか。なるほど。では、機械天使の儀式だ。これは、これは、こうじゃない結構やべえことするわ。行け。サイバーエンジェル。イザナ。そして、イザナの効果を発動。さあ、2個。全然大丈夫だったわ。イザナの効果、イダテンの効果2個チェーンするから、別にブラックバードクローズでもいけたわ。で、こうして、イダテン効果で、2000上がって、きっと強っ最強すぎバトルで、イザナの隠された効果発動します。まず、1体モンスターぶん殴って戦闘破壊すると、イザナの効果が発動しまして、もう1回投げれるんですね、このモンスターは。イザナ最強だわ。イザナ最強でした。なお、コインで赤出したんで、その時点で俺の勝ち。さあ、お相手の方、会話社長よろしくお願いします。デュエルスタンドイ。デュエル。やっぱ安定するね。イダテン弁天は絶対、ほぼできるね。ほぼっていう言い方あれだけど、結構できるね。イダテン弁天は。やっぱ召喚権こんだけ、避けるし、持ってくれるモンスターも多いしね。で、プチエンジェルがレベル合ってるし、最高だわ。やっぱプチエンジェルって最高。可愛いしね。プチエンジェルってなんか。なんかちょっとハロっぽいでしょ。あ、そこ、それ強いよ、普通に。それちょっと強いからやめてよ。それは強いからやめてよ。白を切れるで簡単に除外するのやめてよ。なんかさ、儀式の檻って結構強いんだけど、こういうモンスターいると簡単に、あとコスサイね。なんか一瞬でやれるっていうのはちょっと弱いところだよね。強いんだよ。強いんだよね。儀式の檻って。モンスター効果効かないってすげえ強いから。OK? スピリット OK?まあ、墓地効果そんなつ使うわ。イダテン弁天めっちゃ使うやん。やば。どうしよう。ちょっとイダテン弁天できんのかこれ。イダテン弁天できんのか。ちょ、一回イダテン弁天先だな。で、弁天止めるよね、さすがにこれ多分。これどうだろうね。まあ、ちょっと一回祝福するわ。祝福して、イダテン弁天しよう。2017年、デュエルリンクス流行語大賞。弁天をリリースしてイダテンを出す。通称イダテン弁天。イダテン弁天っていうね、のがね、あの世に横行しましてね、当時。で、イダテンで、イダテン効果にチェーンして、弁天の効果発動して、弁天のは墓地効果なんですよ。これは止めますか?あ、止めますよね。やっぱりね、それは止めますよね。それは止めますよ、と。オッケー。これで一応機械天使の儀式持ってきといて、でだ。こうしてでダッキーニで勝ちじゃない。これクリボールなければこれダッキーニで勝ちじゃない。やっぱこのデッキクソだわこのデッキクソだわ。これお釣りなしだ。だってさ、これさ1000上がって3000でしょ。3700と300ってこれ4000じゃない。これ昔もよくやったよね。このコンボ、このコンボよくやったよね。これだから手札の戦時ゴッドリリースしたらいいんですよ。あ、でもこれあれか、戦時ゴッドよかったわ。だから、戦時ゴッドよかった、通常召喚すんの。プチじゃなくて、もういいや。こうすんじゃん。で、ダッキーニの効果っていうのは、相手にモンスターを、相手が墓地に、自分の手で送らせるという効果なんですよ。これが遊戯王の謎ルール。イダテンで打点上がりながら、ダッキーニの効果で、相手が、まあ、その変身しても全く意味がない。変身しても全く意味がない。出てきたモンスターを自分の手で墓地に送ってやっぱダキリってクソだわ。このモンスターやっぱクソだわ。バック内デッキには無限に勝てる。高校取れればな。さあ、お相手の方、フェニックスさん、よろしくお願いします。デュエル3倍。儀式の使い手ってやっぱ、あ、これもね、やっぱいいよね。やっぱイダテン弁天はやっぱ強いよ。やっぱりイダテン弁天は最高。本当にやっぱ流行語大賞を取っただけある。2017年の遊戯王デュエルリンクス流行語大賞を取っただけある。
これできたら強いもん、普通に強かったよ。これこうでしょ、こうするんじゃないですか、でこうじゃないですか、で伊達弁天するんじゃないですか、で弁天効果でこれ何持ってくるかな、何持ってくるかな、まあ、さすがにプチか、でもさすがにプチか、さすがにプチ持ってきて、で、機械天使の儀式持ってきて、で機械天使を儀式して、バノモンスター邪魔なんで、バノモンスター邪魔だからこうしてこうじゃない、これで36イザラ出して、で対象1回取られたら相手が破壊するし、破壊耐性1回あるし、モンスター効果対象取らないし、来たわこれ腕組んでんのだ、腕組んでんの来た、36イザラ腕組んでんの融合やばい、なんで融合初手いきなり融合、こいつガチでキモい、こいつも大概だよね、ほんとこいつも大概だよ、こいつもほんま大概、ちょ一回使うわ、一回使って使わなくてよかったか、今使わなくてもよかったって言ったんだ俺、これ使ったのプレミン説で、こいつも大概なんだけど、こいつも大概だろ、ほんとにこのデュエル太古のデュエルすぎんだろ、いやーミスだってか、なんもできねー、魂のプチエンジェル召喚三六引いたら結構勝てんだけどな、意外と、いや意外とあれ勝てん、あれ先行結構強いんですよ、あの盤面意外とね、戦闘で破壊5000で3連打されなければ強い、なんだそれ。